青木博之1月20日から2009年9月20日は日本の政治家衆議院議員愛知県議会議員を務めた愛知県出身愛知学芸大学附属名古屋中学校愛知県立朝日川岡高等学校を経て1967年大阪大学法学部卒業民社党委員長を務めた春日和幸の秘書となる 1979年、愛知県議会議員選挙に、名古屋市森山区選挙区から、民社党公認で立候補し初当選。1991年に4期目の当選を果たす。1993年7月の、第40回衆議院議員総選挙に、旧愛知一区から新政党公認で、立候補し初当選。ただし民社党員でありながら、 他党の公認候補となったため民社党から除名された。1994年、新進党の決闘に参加。1995年の県議選には、秘書の田中隆弘が後継として、立候補し初当選した。1996年10月の第41回衆議院議員総選挙に、愛知2区から新進党公認で立候補し再選。この選挙では、 自民党の田辺博尾が2番目、民主党の古川元久が3番目で落選したが、3番目の古川が比例復活で初当選した。その後新進党分党で自由党、保守党の結成に参加した。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙に保守党公認で立候補。自民党は民社党、 新進党に所属した元県議の谷口森幸を擁立。古川が再選を果たし、谷口は2番目、青木は3番目で落選した。これを機に政界を引退した。2009年9月20日、ハイアスペルギルス賞の試し去、64歳没、聖5位曲日中受賞受賞。青木は1999年11月の、 村山法長団に加わり、北朝鮮を訪問したが、帰国後の12月3日夜、CS 放送日本テレビノンストップニュース内の番組、ディリープラネット金曜発言中に、民主党衆議院議員、伊藤英生、静岡県立大学教授泉本と共に出演し、日朝交渉の内容、北朝鮮による日本人拉致問題と今後の見通しなどについて語った。 この中で、青木は、するのが当たり前なんです。その時に助けるのが、人道問題、食糧問題、拉致ではないですよ、行方不明。日本が勝手に言っていることであってね。じゃあ、証拠知ってるのじゃあ、拉致したという証拠知ってんの、疑いですよ、等の発言を行った。これらの発言は司会者とのやりとりの中で、青木が激昂し、暴言を繰り返したもので、 全体としてはやや知り滅裂な内容であったが、いずれも北朝鮮側に立ち、拉致疑惑を全面否定する北朝鮮側の主張を代弁するかのごときものであった。青木は旧拉致議連の主要メンバーであり、拉致被害者家族とも直接接していたことから、青木が態度を一変させこのような発言を行ったことは、家族会、救う会に大きな衝撃を与え、 直ちに厳しい批判にさらされた。後日青木は TV 番組における発言についてと題された一文を発表し、拉致問題は容疑濃厚として政府が発表しているが完全に事実とされているわけではないということを指摘しただけである。もし事実として国際的にも認知されているとするならば、日本の主権に関わる問題であり、日本政府としては、 国連機関や米国などに対し、徹底的に北朝鮮を求断すべく強く働きかけるべきである。食料支援の問題は、人道問題として、国際的通念たることを言った。愛国心においては、人後に落ちぬと自負している。拉致疑惑の解決も誰よりも願っているものです。私の発言について、全くデタラメなデマが流され、大変に迷惑している。 一部鳥様によってはと思われる箇所があることは認めるが、真意を確認して欲しいものである。真の愛国者と自負する私に対して、売国や強ばわりすることは許せない。真実と真意を確認されたい等と釈明したが、家族会、スク、会、他の拉致議連参加議員の信用を失い、さらに青木が、スク会などからの抗議に対しカタな,な態度を取り続けたことから、 その後の活動への参加を拒否された。青木は最終的には謝罪したものの以後この問題に関わることができなくなった。なお、青木と共に包丁した中山正明も同様に拉致を否定する発言を行い、世間から激しく非難された。ありがとうございます。